腎臓ぼこね、腎臓ぼこは水性なんですけど、出るところは耳とか骨とか髪の毛、そういう質で出てきます。だから、髪の毛がね、白髪になって、男の子たちに、その氷食べてた男の子にも言ったよ、私氷ばっかり食べよったらあんたハゲるよって言ったらね、それは嫌だと。それで男の子に聞くのはハゲるよ、で女の子に聞くのはね、このほら足臭くなるよ、足臭くなります、この腎臓ぼこが弱ると足臭くなるよって言ったら女の子もね、氷をやめます。で女の子も髪の毛薄くなる。あの皆さんね、普通に生きてたら分かりにくいですけど、女性でも本当に髪の毛なくなっちゃう人います。カツラかぶったりしてね、で施術で来られる。で聞いたら冷え切ってる。あの私はその方お会いしたことないけど、私たちが子供の頃にうちに来てた中学生の女の子もツルツルになってた。で聞いたら、あいつ毎日食べてるけど、それやめさせたのね。でやっとちょっとずつ生えてきたよって言って、私たちが子供の頃やったから、もう多分同じぐらいの世代になってると思う、その子はね。で他の方もいらっしゃいます。髪の毛はもう女性でも、もう本当に体が冷え切ってしまったら髪の毛がなくなる。で年取ってくれば白髪も増えるし、白髪の量が増えるのも水性が弱いと増えます。